水機場や下水処理場で広く採用されている鶴見スクリューポンプ AS 型のスクリュー更新事例をご紹介します。スクリューポンプは傾斜したトラフの中で鋼板製のスクリューを回転させて揚水を行うものです。スクリューポンプの主な特徴は水の流れる通路部が開放型となっており、保守点検が容易なこと。そしてポンプの吐き出し量は吸い込み水位に応じて自動的に変化するので、流量制御を行う必要がありません。また小石、砂、発泡スチロールなどの固形物が混入しても目詰まりすることがなく揚水できます。さらに羽部分には修道部がないので、吸い込み水位が下がり、万が一空運転になっても焼き付きなどの心配がありません。この他にも様々な特徴を備えるスクリューポンプは、流入量に見合った運転が容易であるため、雨水排水、灌漑用水、下水用水に適しています。今回ご紹介するスクリューポンプは当排水機場で約20年前に採用され、雨水を河川に排水するために活躍しています。当排水機場にはすでに合計3000ミリのスクリューポンプ3台をはじめ、スクリューポンプが合計5台設置され、雨水排水に威力を発揮しています。合計3000ミリのスクリューポンプは実質日本最大級の光景となります。このスクリューポンプ、経年経過によりスクリュー先端の腐食が激しく、今回更新されました。降雨などで水路に流入した雨水は更新されたスクリューポンプによって揚水され、排水機場より河川に排水されます。スクリューポンプはコンクリートトラフに据え付けられ、回転による水の飛散とオーバーフローを防止するため、鋼板製のサイドカバーを取り付けています。また屋外設置のため防臭、防音、安全対策を兼ねて安全カバーを設置しています。今回更新対象のスクリューポンプの使用は口径3000ミリ、全容径 3.6 メートル、吐き出し量毎分222立方メートル。原動機はディーゼル機関で出力221キロワットです。それでは無負荷状態での試運転状況をご覧ください。回転部近くでは安全を確保した上でデータ収集を行い、運転状態の確認を行いました。この度更新の実施にあたっては、製品に対する当社の長年の実績、信頼性を高く評価していただきました。ポンプ機場の更新についても鶴見の技術で貢献します。